こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私みたいにね、のんびりと相場解説したりとか暗号通貨のことをね、ゆらりとできるのはすごくね、ありがたいなと思っております。まあ以前2017年前後の私でしたらね、暗号通貨の情報っていうのはすごくあったんですけども、発信者が少なかったんで、それこそね、アクセスがすごく取れたわけなんですけども、今はね、暗号通貨のことをご存知の方だいぶ増えましたし、当時 YouTube を利用されてない方でも YouTube 利用してくださるようになったんでね、私としてもすごく多くの方の考えに触れる機会が増えたなと思いますけども、今回ね、暗号通貨はね、ビットコインが480万でしょ、イーサリアムが15万でしょ、どんどん値段落ちてますけども、でもその中でもやっぱり良かったなっていうのが、分散投資している中で私が一番最初に購入した ADA ですよね、カルダナっていうのが全然値段が落ちないですね。現在140円。ご覧のようになってます。ね、ADA、140円で。頼もしいですね、これが。0.2 円で買っているから、700倍でございます。700倍ってことは、どういうことかっていうと、10万円が7000万ってことですよね。まあ、ですんで、私と同じ時期に ADA 買った方ってのは、みんな結構ホクホクなんじゃないですか。で、私と知り合って、上場後の ADA 買った方も、まあ10倍とか15倍とかになってるでしょ。人によっては2円とかの時に買ってますからね。すごいいいですよね。2円とかで70倍でしょ。だから10万円が700万でしょ。まあはっきり言ってね、暗号通貨のことは知らないんですよ、みんな。誰もわかんない。で、起きた現象に対して後付けでいろんなことを言ったりとかね。で、誰か他の YouTuber さんが言ってることを自分のことのようにやきまして喋ってる人いますけども、あんまり振り回されない方がいいかなというところで、ゼンフィーネットワーク見てみましょう。ゼンフィーネットワーク、おかげさまで3円を超えてきました。いや、これいいんじゃないですか。こういう風なね、なんか目立たないやつでね、当てていきましょう。なんかついついね、カルダナとかね、イーサリアムとかの話題に集まりがちなんですけども、もうすでに人が集まったところではなくて、まだ人が集まってないところに根を張っておくっていうのが投資ってもんじゃないかと思うんですよ。誰もが見向きもしないようなものに可能性を見出していくというところじゃないですかね。そこが投資の醍醐味じゃないですかね。じゃあ例えばね、300以下の通貨見てみましょうか。もうほんとペンペン草ですよ、こんなの。いつなくなるかわかんない。あ、モナコインなんてもうね、誰も触ってないですよね、201。何がいいかな。適当に行きますよ、今。チェイン X とかどうですか。シスコインって何ですかね。太陽とシスコムーンですかね。メタルコイン。いろんなのがありますね、これ。ふざけてるんじゃないかな、みたいなのもありますね。エネルギー、ストーム。バイトコインっていうのがいいんじゃないですか、バイト。アルバイト。か、それともカムってことなのか。 TV ネクサス、高速道路ですかね。アーベ。なんかやっぱ面白いですね、こうやって見てみると。ジャスト、 Z コインね。あ、面白いのありそうだな。全然知らないですよ、こんなところ。情報多すぎて深掘りしてらんないですよね。だからね、イーサリアムがすごく詳しい人でも、リップのこと全くわかりませんみたいなのは当たり前のようにありますからね。だって数百とか数千とかあるわけでしょ。な、一個深掘りしてったら他のことをやる時間ないですよ。いや、面白いな、これな。なんか、ユニークな通貨、探してみたいですね。シンディケーターっていうのはどうですか。シンディケーター、はい、まあいいでしょう。だらだらやっててもしょうがないんで。はい、なんかね、私なりの変な暗号通貨探してちょっと投資してみようかなと。お遊びでね、10万ぐらい本投げてみようかなと。なんか変な通貨10万円勝負みたいなチャンネルでも作ってみましょうか。じゃあ本日は以上でございます。皆さんも暗号通貨ライフね、お楽しみください。